大韓中国朝鮮族は、大韓民国に居住する中国の朝鮮族。1990年代から本格的に増え始め、2007年に33万人、2009年5月44万3836人、2011年4月44万7000人、2017年49万8000人、2019年54万人と増加。期間。 永住者を含めると、遠辺朝鮮族自治州に居住する朝鮮族の人口に、ほぼ匹敵する約70万人に達している。韓国では、中国同胞、中国巨母とも呼ばれる。社会主義国の中国と反響が、国勢の韓国との間には、国交がなく、中国共産党軍やソ連軍に属していた朝鮮族部隊が、 そのまま北朝鮮軍に編入されるなど、多くの朝鮮族が朝鮮戦争に参戦。実際に戦火を交えたこともあり、同じ民族である朝鮮族と韓国との交流も、体制の違いなどから長く閉ざされていた。文化大革命前夜の1965年には、韓国のウリン部長官、クルマ、人式の両親が韓国を訪問。韓国を訪問した初めての朝鮮族とされている。 1974年3月7日から KBS は共産権同胞へと傍教の手紙言う題名のプログラムを通じて韓国の離散家族が中国の親戚に送った手紙と朝鮮族が韓国の親戚に送った手紙を紹介。また大韓赤十字社は韓国の親戚と連絡が取れた朝鮮族に韓国の親戚からの調整状と航空券、 旅行費用を送付するなどした。1970年代後半に中国で文化大革命が終わり改革、開放に取り組む一方、韓国では社会主義諸国との関係改善を目指す北方外交を進め、中間両国の関係が改善、往来も活発になり始める。1978年、中国政府は朝鮮族の訪韓を許可。 同年12月には、朝鮮族1家族4名が韓国に永住帰国を果たした。1984年3月23日、中国は、離散家族再会のための韓国人の訪中を認め、1985年には、朝鮮族の韓国への里帰り、親族訪問が本格化、訪問者数は250人に達した。そんな中、百八十六年には、 韓国の特務機関に情報を流していた、遠辺の朝鮮族二人が中国当局に摘発される事件も発生している。韓国に住む親族を訪ねた際にスパイになるよう、買収されたと言われる。1988年ソウルオリンピックに中国は選手団を派遣。1991年1月、中韓両国は貿易事務所の相互設置を認めるなど交流は進み。 1992年8月24日、中韓国交正常化が実現した。1993年には約15万人、1994年には30万人の韓国人が訪中、朝鮮族が暮らす遠辺朝鮮族実習や白頭山へも退去を訪れるなど交流は進んだ。 朝鮮族の韓国訪問者数は、1985年の378名から1989年9388名、1991年36147名へと、年々増加。訪韓の目的も当初の親戚訪問から、漢方薬のぽったり、研修、留学などへと変化。さらには、中国国内では得られない、高所得など、 経済的成功を目的に、韓国で暮らす朝鮮族もますます増えていった。1995年7月末現在、韓国に不法滞在する朝鮮族は2万名と推定され、1995年3月26日には不法滞在する朝鮮族らによって、中国労働者協会が設立された。朝鮮族による漢方薬のぽったりは、 偽物や粗悪品が横行したことから1990年末には韓国政府が禁止令を導入、取り締まった。韓国では産 k と言われる仕事の人手不足解消に言葉が通じる朝鮮族が歓迎され、1991年7月24日には韓国選手協会が全国繊維労働組合連盟と合意の上で朝鮮族の雇用を正式に海運公安庁へ要請。 これは後に実現している。交流が深まるとともに、韓国人と朝鮮族間の葛藤なども深刻化し、1996から97年には、韓国の事情に疎い朝鮮族を狙った韓国人による詐欺事件も頻発、被害者数は7200人、被害総額は1.5億元に達するなど、社会問題化した。1996年8月には、 コンジュラス戦績のマグロ漁船ペスカマ号で働いていた朝鮮族船員6人が度重なる暴力に耐えかねて韓国人7人、インドネシア人3人、朝鮮族1人の計11人を殺害するというペスカマ号事件、ペスカマ号船上反乱事件も発生、多くの韓国人が殺害されると同時に漁船上での日常的な暴力が明らかになったことで韓国及び、 朝鮮族社会に大きな衝撃を与えた。このような中、1996年11月には朝鮮族の作家金在国が韓国社会と韓国人を痛烈に批判した韓国はないを出版、大きな話題を集めた。優れた韓国人と劣った中国巨母ともすれば、新川港に足を下ろしたその時から、 韓国は私にしつこくこの点を強調してきた。漢方薬を売る中国巨母、不法滞在をする中国巨母、売春をする中国巨母、麻薬売人の中国巨母、研修生としてやってきて1日に12時間も働きながら1ヶ月にわずか40万ウォンも稼げない中国巨母。私が韓国にやってきて早々、韓国はこうした様々な現実を示し、 それが、どんなにいけないことかを教えてくれた。そのように多くのことを見せてくれた上、さらに、今日はテレビを通じて、遠編カブ談の女優は、鬼みたいとまで教えてくれるではないか。日本人のための、韓国人と中国人、中国に暮らす、朝鮮族作家の告白盾の尺三35巻、1998年2003年8月。 外国人勤労者の雇用等に関する法律が施行されたことにより、朝鮮族が合法的に韓国で働けるようになる。さらに、2007年の訪問就業制施行後、韓国に居住する朝鮮族は急速に増加した。また出稼ぎや留学以外にも、国際結婚によって、韓国で暮らす朝鮮族も増え、2004年12月末、韓国人と結婚し、 韓国に滞在中する朝鮮族は26,259人を数えた。一方、朝鮮族の故郷である延辺では、韓国に出稼ぎ、さらに定住する朝鮮族が増えたことで、朝鮮族人口比率の低下、優秀な人材が流出したことによる地場産業の立ち遅れ、韓国からの仕送りによる消費としか親と離れて暮らするスジなどが深刻な。 社会問題となっている。朝鮮族が執筆した小説における韓国のイメージを調べた金虎欧延辺大学教授は朝鮮族同胞と韓国国民の葛藤と和合の論理の中で外して韓国を否定的に描いた作品が多く韓国は妻を奪った国平和で幸福な家庭を破綻に追いやった超本人と見る作品が少なくない。コリアンドリームは 最終的に朝鮮族を疎外の窮地へと陥れ、朝鮮族社会に不幸を運んできたと認識されていると分析。その上で、このような認識は多くの限界を露呈している。実際には、朝鮮族社会はコリアンドリームを通じて失ったものより得たものの方が多いと続け、朝鮮族作家らの体験的、思想的な限界を指摘しないではいられない。 個人的な利害関係を持って、韓国人と接し、葛藤と衝突をもたらしたと批判。幸いにも、朝鮮族と韓国人の葛藤を、民族的な同質性と人間愛で克服しようとする小説、互いの痛みを汲み取ろうとする作品が出始めていると評価している。外国人雇用許可制訪問就業制韓国では、映画やテレビで朝鮮族を犯罪者として描いたり、 KBS、ギャグコンサートで、カンソン・ボム演じるエンペン・チョンが、など、お笑い、番組で、朝鮮族独特の鉛を、笑いのネタにすることがよく見られる。また、ネット空間でも、チャンケや、犯罪者集団などの差別的、侮辱的なコメントが飛び交っている。社会に、大きな衝撃を与えるような、残酷な事件が起きるたびに、犯人は、朝鮮族との噂が広がり、 2018年10月14日のソウル厚生区ネットカフェ殺人事件でも容疑者のゲーム ID に漢字が使われていた点や警察が当初容疑者の詳細を明らかにしなかったことなどから容疑者は朝鮮族との噂が SNS を中心に一時休息に広がった。韓国のマスコミは朝鮮族との噂、なぜ広がった朝鮮族恐怖症という悲しい自画像や 黙り直そうと努力しても、朝鮮族に向かう視線は、今も冷ややかなどの記事を掲載、韓国社会に差別や偏見が広がっていると指摘している。また、韓国の一部保守系メディアやネットコミュニティ、SNS は、朝鮮族が中国共産党の指令のもとで北朝鮮と結託し、韓国の選挙などに深く介入し、保守派に不利な世論を作り出したと主張している。 聖画台の聖願サイトで調査を呼びかけた人もいる。このほか近年、オンラインコミュニティを中心に広がった、朝鮮族関連の噂、疑惑、話題などには、以下のようなものがある。韓国社会と朝鮮族との交流、接触が増えるにつれ、韓国のドラマや映画にも、頻繁に、朝鮮族が登場するようになった。主人公として男性よりも女性が好まれ、 ロングランを記録したミュージカル地下鉄1号線や SBS ドラマピングオリーの主人公孫女という人物名からも伺えるように朝鮮族の女性は田舎者、ウブ、善良といった人物として描かれる傾向がある。また、2010年代以降、交流初期にあった好意的な眼差しが薄れ、汚い、粗暴、危険な存在として描かれる傾向が強まっている。 2011年の人肉カプセル事件、2012年の水バラバラバラ殺人事件など、遠編や朝鮮族が関わる陰惨な事件が連日大きく報道され、社会に衝撃を与えたことなども影響していると見られる。韓国のマスコミは、汚く危険な人々、映画の中の偏見が中国同胞差別を生むなどの記事を掲載。 映画が韓国人が抱く朝鮮族のイメージに大きな影響を与えているとも指摘。2017年8月28日公開のミッドナイトランナーでは朝鮮族が臓器売買を行う犯罪集団のように描かれているとして朝鮮族団体が上映中断と制作人の謝罪を要求。また朝鮮族60名余りが朝鮮族を悪意を持って描き、 偏見を助長したとして制作会社のムービーロックを訴えた。2018年11月の一審で敗訴したものの、2020年6月の控訴審でソウル中央地方法院は映画に登場する朝鮮族の描写について架空の事実が含まれており、映画によって不快感や疎外感などを持ったように見えるとし、若い韓国の決定を下した。また、 同年4月に、ムービーロックは、すでに、朝鮮族団体側に、今後、特定の集団に、偏見や反感を引き起こす嫌を表現がないかを、十分に検討するという謝罪文を渡した。1996年8月2日、ホンジュラス戦績のマグロ漁船ペスカマ号で働いていた、朝鮮族船員6人が、度重なる暴力に耐えかねて、サモア近海で、 36歳の船長ら韓国人7人、インドネシア人3人、朝鮮族1人の計11人を殺害し、事件を隠蔽するため死体を海へ行きした。生き残った船員が氾濫した船員を倉庫に閉じ込め、氾濫を鎮圧。燃料不足によって漂流した後、日本領海内で救難信号を発し日本船に発見された。日本の海上保安庁の巡視船によって拘束され、 調査を受けた後、韓国に引き渡される。ペスカマ号の乗組員は、朝鮮族7人、韓国人7人、インドネシア人10人の計24人だった。裁判で、主犯のチョン・ジエ・チョンラ6人は、韓国人は、私たちのことを犬と呼ぶなど、毎日ののしられ、棒や鉄パイプで殴れられたと証言。1996年12月24日、一審で、 不山高等法院は、主犯のチョンジエチョンら6人に死刑を宣告。1997年4月の2審で、主犯のチョンジエチョンを除く5人を無期懲役に減刑。1997年7月26日、王法院は、主犯のチョンジエチョンを死刑、残りの朝鮮族5人を無期懲役とした減審を確定。2008年12月主犯のチョンを無期懲役刑に、 原型。日清では、当時、人権派弁護士として知られていたムンジェインが、弁護人を務めた。多くの朝鮮族労働者が暮らすソウル九郎、工業団地周辺のカリボン、大林道一帯は、朝鮮族タウンと呼ばれ、中国料理店や、洋肉串店、中国雑貨店、旅行会社、アスカベ、民宿などが多く集まり、中国語の看板が立ち並ぶ。 独特の街並みを形成している。英東北には2008年5月現在、40万8186人の住民が暮らし、このうち3万9793人が朝鮮族、または中国人を含む外国人。また旧六にも2万8818人の外国人が暮らし、旧六道に登録されている朝鮮族は3220人に上った。 1999年6月6日にはすでに、韓国ソウル九郎、九九郎六道に大韓イエス協調老会、ソウル朝鮮族協会が創立されている。一方で、国流公派など、朝鮮族の暴力団組織も生まれ、2007年4月には、ソウル九郎区カリボンドを一帯で活動していた、エン辺ンロヘビ派32人が逮捕された。エンペ辺ン出身者らが結成。 他の暴力団員らを暴行、歓楽街の遊興業者などから金品を奪っていた。普段から足首や背中に刀や斧を隠し持ち、些細な揉め事でも狂気を振り回して商売人らを脅し、朝鮮族はひどい目にあっても報復を恐れ、被害の事実を隠すケースが多かった。栄東北大林道は2004年以降、仮本道で暮らしていた。 朝鮮族たちが再開発の影響で移り住み、朝鮮族の街として知られるようになった。だが、2017年9月現在、英東北の朝鮮族は3万1548人と、2年前に比べ、約15%減少した。朝鮮日報はその理由として、中国系大手資本流入による家賃の高騰を上げている。大林道の朝鮮族たちは、 似川市二大落など、ソウル郊外に移り住み、二大落の朝鮮族は2017年9月現在8960人で、4年前に、比べ60%近く増加した。一方、在日中国朝鮮族は、約10万人と推計されている。AB148、The Financial News 2019年10月22日、閲覧。 abcdefgh 二千二十年十一月十四日閲覧二千二十年四月十六日閲覧二千二十年八月十九日閲覧二千十八年十月二十八日閲覧二千十八年十月二十八日閲覧文二千二十年十二月八日閲覧十五 m o n t h c h o s u n c o m 2020年12月8日閲覧 abcytn 2021年4月29日閲覧2020年3月28日閲覧 ab12019 年3月25日閲覧訴え2018年11月10日閲覧 俳優パクソジュンの主演映画に裁判所が謝罪と、若い韓国、法的責任を問う、初の事例に、スポーツソウル、2020年6月20日閲覧、MBC、2019年12月1日閲覧、朝鮮族外から朝鮮族を追い出す中国資本、2018年6月17日閲覧、12日、 ヤヌハプニズ2019年11月9日閲覧。近在国、日本人のための韓国人と中国人中国に暮らす朝鮮族作家の告白盾の釈約。三35巻1998年。ありがとうございます。